海と日本プロジェクト in 宮城。海と日本プロジェクト in 宮城、推進リーダーの山梨静香です。日本財団が推進する海と日本プロジェクトは、海の日が制定されて20回目を迎えた2015年に始まりました。皆さんに海への関心を持ってもらい、一人一人が海を大切にしようというムーブメントを作り出すことを目指しています。海は気持ちいいですね。ここはサーファーが集まる場所なんです。仙台港の南側、ここは東北を代表するサーフポイントです。皆さんに質問です。海は好きですか？海はお好きですか？もう大好きです。海はもう大好きですね。全国で行った調査によると、好きと答えた人が 62%。 皆さん海が好きなようです。しかし、およそ 33% が過去3年間に一度も海に出かけたことがないという回答も。海に来ている人はこのことをどう思うのでしょうか？一回ぜひ行ってみればハマっちゃうと思います、はい、一回来てみるべきかな、まあ、こんな綺麗な海が近くにあるので、皆さん来てこの海で楽しい時間を過ごしてもらえればなと思います、はい、山梨さんにも海の印象を聞いてみます。人とのつながりです。私は小さい頃から釣りが好きで海に結構来てるんですけれども、海のイメージとしては人と人とのがつながる場所だと私は思います。海と日本。